第1回笑ってはいけないワイダーン。どうしたハキト？カイトだ。モセとモチです。ということで何笑い今の？いやなんかポーズおかしかったし。ワイダーン仕様にする。あ？え出た？え出したね。絶対お前だろ今。今のはどうだよ。ど？えじゃなくてどうだった？俺のやつな？え？え？そう？え？何？今のは音階で言うボケやん。うん。俺のやつだと思う。いや、なんでもないっす。お前だった、これ。いや、なんでもないっす。え？どうだったっけ、こいつがなんか今までさ、自分の変な音をさ、どうだよって言ったっけ。ない。ないよね。自分で編集したからわかんだよ。言ったの。言ったんだ。やめろよ。というわけで話それましたけれども、はい、今回僕はね、こういう本をゲットしました。世界のエリートとか関係なく面白いワイダン。これですね、ワイダンバーというものを経営している方が書いた本なんですけど、はい、そのワイダンバーで集まった面白いワイダンを集めた本でございます。なるほどね。でこれね、試し読みしたんですけど面白くて、あの授業中読んだんですよ俺。ああ、こうやってしかも一人でなったんで、はい、多分面白いと、はい、なんでまあ今回はこれはね、ちょっと共有したいなということで、はい、笑ってはいけない形式にしまして、はい、これを読んでいこうと思います。はい、はい、読みたい人。はい、いいよ。やったというわけで今回は面白いワイダンを笑わずに聞いていこうと思います。やっていきましょう。はい、はい、それではいきます。第1問ダレンいきますよ。アップルウォッチつけながらセックスしたら穴の身ぶつっ込まれた瞬間に心拍数がバッと上がってたおー、あれあれあれなんかボタボタ言ってるぞお前モザイクかけなきゃ、モザイク大丈夫そのままいっちゃうよ。いきます。クリトリスの座り方は人それぞれ好みが違いすぎて難しいけど、チンコの座り方で再現してもらい同期させることでうまくいく。一回俺読んでいい？いきます。胸毛を抜かせてと誘われて、本当に胸毛を抜かれただけで帰った。まあまあまあ、これジャブですね。ツイッター上のエロいアカウントにオフパコを誘うリプライを見て、その文字だけでオナニーすることがある。スマブラが上手い人はセックスも上手い。スパンキング中に、あれ、お尻をこう叩くタイプのセックスですね。スパンキング中に常識人ぶりやがってと言われたけど、シンプルに悪口。よっしゃ。待って待って、お尻を叩くセックスがやばかった。じゃあ、カイトは脱落ということで。無理だよ。なになに、なに見たことない間に吐いてる人いるんだけど。いきます。学生時代、バナナを半分食べて残り半分をかぶせてオナニーしていた。気持ちいいし、後処理が楽だし、お腹いっぱいになるし、で一石三鳥。これをバナニーと呼んでいた。いいですか。うん、最近相手の喘ぎ声がアンパンマンのチーズの鳴き声に聞こえるので無言でセックスをしている。いいですか。顔が好みな男性とキスしてるときに、まっまって言ってて最高になれた。うん、多分この本面白くないっすね。